はい、ウィークエンド西村、4月20日号となります。今週もよろしくお願いいたします。今週はですね、西尾幹事氏の日本と西欧の500年史を読むというタイトルでお送りします。西尾幹事さんがですね、この3、4年、実は病に伏してまして、なかなか大変だったんですが、その中でですね、今、全集ももう刊行がずっと続いていて、最後の22巻が間もなく刊行されて、22巻が1と2と2つに分かれることになってまして、それで、全部全集も出るんですね。で、その西尾さんがですね、そういった作業をしながらですね、実は、つい最近ですね、新しい本を出しました。これはですね、驚いたことに、日本と西欧の500年史というですね、そういう壮大なタイトルがついている、歴史の本なんですが、それが、実は、奥付けで言うと、3月の15日発売。これ、千曲書店から出ました。千曲選書というシリーズの中で、出ました。実際に発売されたのは2月の末か3月の上旬ですね。で、それがですね、非常にこう、硬い内容にもかかわらずですね、すぐさま重版がかかってるんです。それで、もう増刷が、されてます。なんとですね、最後奥付け見ますと、426ページの大著ですよ。これ、見てください。こんな厚いです。こういう本です。で、これは実は、正論という雑誌にですね、ずっと連載していたものを、さらにまとめてですね、そして、大幅なその加筆、を行って、出来上がった本で、本当にこう、なんて言うんでしょうね。執念を持って、西尾さんがですね、彼のその知力、とですね、それと、気力ですね。それを全てをですね、降り注いで、もう自分は、実は、その大病に、伏してると、先ほど申し上げましたけど、実は膵臓がんで、ステージ4だったんですよ。で、それも完治してですね、手術も無事終わってですね。それで、しかしそれでも、やはり、もう、ご自分でいろいろ考えてですね、それで本当にこう遺言のつもりで、全集の刊行もですね、もう編集者に任せっきりではなくて、もう全部自分で、チェックしてですね、そしてさらに、最後の最後まで加筆、修正を行うという、そういう作業をやってるんですね。で、そういう中で生まれた本が、この日本と西欧の500年史という本なんです。で、この本がいかにすごい本かっていうことを、ちょっとこれ今日一回だけではとても話しきれませんし、私一人で、あれこれ言うのも、それもそれでいいんですが、実は、何年か前にですね、西尾さんに、声をかけられまして、この500年史のちょうどそうですね、連載始めた頃ですからね、その頃だと思うんですが、二人で対談をしたことがあるんですね。多くの聴衆の方がいらした時に、対談をしてます。そして、その内容は私の、実は、YouTube チャンネルに上がってますので、このチャンネルアジアの概要欄にですね、その URL も表示しておきますので、ぜひ、それも参考にしていただきたいんですね。で、今思いますと、その時、西尾先生に声をかけられてですね、この日本と西欧の500年史、というテーマの対談をやったのがですね、
今思うと本当恥ずかしい限りでですね、それはこうやって出来上がったこの本を見るとますますその感を強くするわけですね。本当にですね、今までの常識ではですね、考えられないような新しいテーマ設定で、切り込んでるわけです。結局まあ、西尾さんは作る会のその当初の出来上がった時の初代会長ということでも有名ですし、大きなその社会的なうねりとなってですね、非常にひどい歴史観が、失われた30年の最初の10年間に、こう、日本で蔓延していた頃にですね、新しい歴史教科書を作る会ができたわけですね。その契機となったのは慰安婦の問題。そして、中学校の歴史教科書に、全部に日本軍が慰安婦を強制連行したという、そういう記述が載ってたわけですよね。で、あまりにもひどいので、まともな歴史教科書を作ろうという人たちが、はせ参じてですね。まあ今から思えばもう今バラバラになってますが、本当当時はですね、1990年代の終わり、97年に結成されました新しい歴史教科書を作る会なんですが、その時にはせ参じた人は、西尾幹事さん、そして、今作る会の重鎮でいらっしゃる、その前に自由主義、史観研究会をおやりになっていた、藤岡信雄、東大、教授。そして、さらにですね、今ではちょっと、ほとんど一緒に発言するようなことはなくなってません。小林義則さん。それから、亡くなってしまいました西部すずめさん。あとは、まあ、その他、田中秀道、東北大学名誉教授を含めてですね、本当に多くの知識人の方が結集したわけですよね。それで始まった教科書を正そうという運動があったからこそですね、実はそれがあったから日韓慰安婦合意ができたんですね。不完全ながら。2015年に、要するに日本と韓国の間で政府間でもう慰安婦の問題は論争しないというもう結論になったわけですよね。そこまでなった。そしておまけにですよ。2014年には、朝日新聞が、その慰安婦、従軍慰安婦強制連行っていうデマの発信地、その張本人である朝日新聞がですね、すべて、それに、あ、すべてじゃないんですね。それまあ、後でまた、詳しく申し上げますが、多くの記事を削除して、そして謝罪をしたということがあったわけです。そしてそういうことを経てですね、もう今や慰安婦問題というものをあんまり問題視しなくなってきてるわけですよね。それはそうなった背景には、その新しい歴史教科書を作る会という運動があったということは間違いないわけなんです。それで、この本はですね、そういう形で、その中で、その教科書運動の中から西尾さんが国民の歴史という大ベストセラーを書いたわけですが、その国民の歴史というベストセラーで示されていたテーマをですね、もっともっと広げてですね、そして、改めてこの2024年、令和6年という時代にですね、多くの人に訴えるような形で出てきたのがこの本なんです。で、具体的にどういう本かって言いますと、今申し上げた国民の歴史という本が画期的だったのは、日本の歴史と西洋の歴史をその同列に並べてですね、そして、例えば1500年だったら何があったのか。じゃあ1600年、関ヶ原の戦いが日本ではありました。その時じゃあヨーロッパでは何があったのか。それをですね、要するに、非常に相対的に、両方の歴史を見ることによって、それで、日本の歴史を世界史の中に置いて捉えるというですね、そういう新しい方法論を西尾さんが作ったわけですね。で、それは非常にわかりやすかったので、それで大ベストセラーにもなったわけですが、実は今回のこの
日本と西洋の500年史っていう本はですね、もうそれをはるかに超えた新しいテーマを出してるんですね。で、面白いのはとにかくですね、最初にそもそもアメリカとは何者かという、それが第一章に入っているわけ。これ結局、その対米戦争に負けた後の日本が大きく、占領されたっていうのは、これは歴史的事実として多くの方もご承知の通りですが、まあ歴史的に初めてだったわけですね。敗戦によって他国に占領されていた。あ、そしてその占領は6年8ヶ月続いて、今から72年前にですね、占領が解かれて日本はまた独立したということになってるわけですが、しかし、アメリカ占領軍が作った憲法を一字一句も変えていない状況がまだ続いているという、お粗末な独立国家なわけですね。これ世界中の誰が見てもおかしいっていうふうに言うわけですよ。普通に考えて。で、それをしかし、まずその時点からおかしいっていうふうに、いう意識を持てる人間が、日本人が、そんなに多くないほど洗脳されているという、まあ、現状があるわけですがね。そういったものをですね、全部こう吹き飛ばす内容なんですね、これ、本当に。それは単にですね、大東亜戦争は、アメリカがその日本に仕掛けた戦争である。で、このテーゼっていうのはですね、まあ、命題と言ってもいいんですが、もうかなり今の時点では、多くの人は、特に興味のある方で勉強家の方にとっては当たり前のことにもうなりつつありますよね。それはもういろんなものが、書籍が出て、歴史を掘り起こしてですね、例えばフーバー大統領の回顧録ですとか、あるいは、フーバーにまつわることを書いた、チャールズ・ビアードの本ですとか、それから、共和党の政治家だったハミルトンという人が書いた本ですとか、大東亜戦争とは何かとかですね。まあ、いろんな本がありましてね。それで、フランクリン・ルーズベルトが日本に、仕掛けた戦争であるということ。そして、フランクリン・ルーズベルト政権の、の中にはですね、コミンテルのスパイがいっぱいいたとかですね。そういうことも、今や多くの人がわかるようになってきたわけですが、そういうことをですね、繰り返して書いてあるんじゃないんですよ。そんなことではなくて、まあ、それはだから、まあ、一つ一つの事実として重要なことなんですけどね。ちょっとね、目次をちょっと言うだけでもね、これ、非常にね、興味持っていただけると思うんですね。で、さっきも申し上げたように、こんな硬い本で400ページ以上ある本がですよ、今時ですね、発売されてすぐ重版がかかってしまって、増刷になったっていうこと、これも大事件なんですけど、それもほとんど今日本のジャーナリズムは取り上げてないわけですよね。これですね、そうですね、前書きのですね、最初、まあ、初めにという前書きがあるんですが、ここでちょっとですね、ご紹介しますね。目次の前に。そして、この本の従来にない新しい観点の一つは、日本と西欧ないし、欧米の最初の出会いとして、ペリー来航と黒船到来を置いていた従来の習慣に対し、それが意味を失うことになりかねないことです。文明開化は条件付きでしか用いられなくなるでしょう。これどういう意味かわかりますか？西洋と日本のどちらが文明でどちらが野蛮であったでしょうか。こういうところが問い直してるんですよ。だから明治時代で日本が西洋化して近代化したと。それで文明を開いたんだと。それ従来の歴史観ですよね。文明開化、明治時代。しかし、本当にそうなのかという、もう問いかけがもう根底にこれ前提としてあるんです。それが二小漢字の二小漢字たるゆえんなんですね、本当に。西洋と日本のどちらが文明でどちらが野蛮であったでしょうか。
簡単に答えられない難問が歴史の新たな扉を開きます。もちろんこれは少し早く言い過ぎていて、熟慮をやや欠いているということは私も承知しています。それならこう言い直したらどうでしょう。ヨーロッパの中世とヨーロッパの近代の関係を闇と光と捉えてきた長い歳月があります。日本はその後追い国家でした。今度の私の本では、ヨーロッパの中世は、1、信仰、2、暴力、3、科学の3要素が絡み合った巨大にして複雑な関連体系でありながら、中世全体は無目的的に前進する一つのニヒリスティックな政治体制であったように見えると論じました。旧ソ連や現代中国のように、これを新しい中世と名付け、その再来を恐れ憂慮する警告が思想家ニコライ・ベルジャエフから1923年に発せられたことは私の記憶にも深く刻まれています。これ括弧に入っています。ベルジャエフというのはロシアの思想家です。内部の異端には厳しく振る舞い、外部の異教徒には硬軟取り混ぜた外交戦略を繰り広げ、まるで初めから計画国家のように行動し、暴力や科学がそれに従属していたように見えることです。これは要するに欧米のことを言ってるんですね。ことに、インノケンティウス4世が君臨していた時代のローマ教皇庁はそう見えます。一体中世とは何であったのか。それが私のこの本で渦を巻いている中心主題の一つです。この2023年から24年の今、地球の表面には暗雲が重く垂れ込めています。気候変動のことではありません。まさに中世が燃え盛っているのです。これね、ほんと素晴らしい指摘なんですね。今のイスラエルとハマスの紛争、あるいはウクライナ戦争、そしてウクライナ戦争やイスラエルとハマスの紛争に対してアメリカ合衆国がどういうスタンスを取ろうとしているのかという、その今の直近の問題もですね、これからですね、新しい視点で解釈することができるんですね。こんなことも書いてますよ。昭和16年に、あの戦争に日本人が突入したというのは、自尊心というものがある意味で決定的な役割を果たしていたと私は思う。日本人は生身のアメリカ兵を憎らしい敵としてはほとんど意識していなかった。大体日本人の大半はアメリカ人を見たことがなかった。という記述、この後がまたすごいんですが、それはまた後半で、お伝えします。